そして2020年東京オリンピックお姉ちゃんと一緒に出ることが目標と語っていた千秋の演技です。大技を持ってきますので注目したいと思います。ここから G 難度を持ってくる予定です。ガードからの20回ひねり、決めましたね。決めましたね。 G 難度、これは平均台の中ではもう最も難しい技だということです。この緊張する中で決めたのはかなり、はい、すごいところですね。会場も沸きました、はい。安定してますね。はい、今ここ宙返り E 難度、最後 F 難度の大技を予定しています。はい、3回目に、いやすごいですね。決めましたね、最後も、はい、G スコアの技、そして F 難度の折り技しっかり決めて、笑顔でお姉ちゃんと抱き合っています。畠田千秋12歳です。福島さん、はい、田中さん、妹の千秋選手は非常に素晴らしいですね、はい。あと演技が始まる前に姉の瞳選手が演技をしていたんですが、ずっと見守っていて、でも自分のことも集中しつつ、本当に頼もしい妹だなと感じましたね。はい、そうですね。妹 の千秋選手が終わった後にはもう抱き合って姉妹で喜んでましたよ。こう兄弟の活躍を間近で見るというのは田中さんも経験あると思いますけども、やはり力になるものですか。安心感っていうのはやっぱりあると思いますね。非常に姉妹で頑張っているお姉ちゃんが先に演技をして、次に私頑張るんだっていうこの安心感っていうのがすごく妹の千秋選手には出てると思います。はい、この畠田姉妹、平均台で見事な演技を2人見せてくれました。いやー、でも練習の時からこう姉妹でよく体操の話はして